ダンディでございます。バレンタインデーのイフ、やるということでね。うーん、やっぱりね、こういうことですからね、結局。まあ、バレンタインデーっていうのは昨日だったんですけどね、これは、えー、15日に撮っとるんですけどね、まあ14日にね、バレンタインデーのイフをやるからって言ってね、バレンタインデーの日に動画を上げるっていうのもね、ちょっとガツガツしすぎかなと思いますしね。出会うタイミングってのはいつでもいいわけですし、まあ本当に、 おっさんになるとバレンタインデーとか関係なくてこういうことですから気持ちを伝えるっていうこととかね。うん。2年前の動画からね、出会ってくれてる方もまた出会ってみてください。はい、これは。うん。何回出会ってくれてもいいですからね。こんなものは。はい。想像っていうのもプレゼント交換会ですから、いつもご視聴ありがとうございます。出会うタイミングによって、その時その時、ありがとうを言っていきたい。で だから2年前こういうことやったんでね。うん。パイロット版っていうのがね、ちょっとかっこいいかなと思って買い取ったんでございますけども、ついに固まったんでね、パイロット版を撮りましょう。ということなんですね。<laughs> 中学校2年生になって、えー、女の子にも人気になり出した図っていうのがこれやったんですけども、うん、まあイメージはこんな感じです。まあでもね、全部書き直すっていうわけにもいかんねえけども、うん、過去ね、もっとうまく書けたらなっていうのも今でも思うんやけどもね、すべてに復習できるわけじゃないしね、はい、嫌なこととかあってもね、うん、やっぱそれを踏まえた上で、どういう表現をしていくかっていうね、うん、 選んだ道、道を選ぶってことも大切やけど、選んだ道でしっかり歩いていくっていうことも大切やからね、みたいな言葉もありました。だからね、えー、今回こっちをね。 うん。こう書けばよかったなっていうのがあったんでね。うん。せめてちょっとね。こっちで書いて、こっちをイメージしていただいてね。で、懐かしいとか思い出とか、そういう刺激っていうのになってね。あれこのキャラどっかで見たことあるわ。みたいな、えー、刺激になれればちょっとでもね、一人でもね。それがダンディからの、まあ、贈り物って言うと偉そうやけど、まあ、ダンディ嬉しいからね。まあ、だから他人の空にっていうことにしておきましょうか。うん。っていうところをね、えー、こっち書き加えて、まあ、ちょっと見ていきましょうね。うん。 まあ、このまま出会いをいただける方ありがたいかなと思うんですけどダンディなりにねバレンタインデーというものはどういうものなのかそしてじゃりんこチーにおいてバレンタインデーというのはどういう表現ができるかなと思ってねどういう表現があるかなと思って書いておりましたうん、まあ、それをねちょっとねパイロット版とかじゃなくてねちゃんと気持ちとして動画として残そうかなと思ってね、はい、やってまいりましょううん やはりこの「えー、ジャリンコチェワールド」の時系列の中でバレンタインデーっていうものがあるとあまあ,あどんなノリかそしてまあそれを描くんであれば中学生とかの方がいいのかなって個人的にちょっと思ったわけですね。うん、まあホルモンばっかり作ってるからっていう、まあのはまあそうかな、うん、作ったことはなさそうですねちえちゃん自体もね。でマサル君がなんかこうちらほらしててるっていうのは チョコ欲しいいんかななみたいな感じですよね、うん、でも素直に表現できない僕はこの頃はゆり根薫さんっていうのをまだ原作で出会っていなかったんでね、うん、だから薫君がいる世界線でもちょっと考えてますはいまあそこまでちょっと見ていきましょうかということなんでございますけどもどんなもんでしょうかねはいというようなことでまあ僕の気持ちということもあるんですけどこういうことを言わせることによって。 で、まあ、それは礼儀やない。見えやとか、ちえちゃんのかっこいい部分うん、そろそろね、口でもまさるくんに負けてほしくないよね。中学生ぐらいならね、っていう気持ちもありました。はい。こういうことは言いそうですね。ろくなこと言わねえなんていうのさ。でもなんかこう、ちょっと酔っていってるところにね、可愛さもあったりとかするのかなっていうね。チョコ欲しいって言、まあ、えんわね。まあしかしね。うん。まあ、好意があったらっていう想像でもありますけどね。 まあコメントでもこの2年「えー、千恵ちゃんには勝んがいいよ」みたいなコメントもあったんで組み合わせとしてねそれも想像は10人十いろですからだから。 まさるくんの可能性っていうのもちょっと残しつつ、やっぱり、かおるくんっていうのを僕は原作で出会えたけども、まあ、まさるくんとちえちゃんのカップリングの可能性っていうのも残しつつ書いていきたいなと思っております。はい。もう見事ですね。コメントでもね、はい、読んで <laughs>、僕の書きたいやりたいことを先読みしたコメント、ありがとうございます。さすが猛者ですね、これは。うん。まあ、想像気持ちのシェアですから、先読みとかそういうことでもないですね。うん。そういうことを分かってみてくれるっていう 僕からしたら出会いそれもね感謝ですけどね、はい、もう全部食います <laughs> ということですね「知恵は食べんの?」っていうねこれはねどう、うん、2年前からね1人では食べれませんしみたいな捨てるのももったいないからヒラメちゃんとかにあげてみんなにおすそ分けみたいなまあ知ちゃんからしたらせっかくもらったもんやからみたいなこともあるしねうんこれ知ってたらかなりの重さですけどねうんまあでも これはまあ僕の気持ちがちょっと出たかな。うん。女の子同士からのチョコでもあんまり人にあげん方がいいのかなっていうチョコも保存は効くし。まあ良くも悪くも炊け終わった性格のちえちゃんですからね。うん。まあみんなにあげたいっていうのも優しさやけど、うん。自分のチョコでないとね、バレンタイン渡すんやったらっていうのもあるし、やっぱり渡したものの気持ちってやっぱり食べてほしいわけやからね。うん。まあまあ。 たけ終わった性格ですからそんな意図してね、えー、悪い気持ちはないっていうことを表現したつもりなんですけどねうんまあ誰か作ってあげたい人いないんですかとここでちょっとね考えてみましたうんねまあこういうこともあるかなと思いますけどもねはいで次バレンタインデーっていうのをちょっと調べてみたんですね ジャリンコチエっていう時代時系列であればバレンタインっていうのはあんまり馴染みがなかったのかなっていうところでこういうのを書いてみました。はい。まあここはね、まあ、ダンディ調べなんでね。 うん、これが正しいですよっていう気はないですね僕の調べでは当てにならないんですけどまあでもこういうこともあるのかなと思いましたね、うん、毎年恒例みたいにしたで千恵ちゃんならどうかなっていうね余計なことするわみたいなね女はタダで男にチョコやらんとあかん日まあそうでもないですよっていうこととかこういうやり取りねうんまあお互いにメリットがあるんじゃないですかって 食食ううだけっって出てて出きやがるなっていうねこういう表現もしておりましたけどもね、うん、はい次ねそっかっつってねマサルが言うようにバレンタインにチョコ渡せんうのは礼儀知らんってありがとうってうちにも送る人おらんもんな、うん、無理に考えたりしなくていいんですよっていう、うん、そもそも男女感っていうのが僕はあんまりないような、はい、気がしてるんですねこういう贈り物っていうのは。人に ってしてもらうものでもないじゃないですか。意識するのも変かなっていうことを、よしえさんなら言うかな、みたいな。うん。男とか女とか意識する日がやから、僕もあんまり好きではないんやけどね、バレンタインデっていうのはね。人と人で繋がった時に、やっぱり、 今はいろいろなチョコの贈り物の形があるよっていう。ジャリンコチェーンの時系列でバレンタインデーっていうイフストーリーがあって、なおかつ令和でそれを表現するんであれば、性別とかではなく、14日とか25日、クリスマスですよね。日にちが決まってる方がありがとうとか感謝って特別な気持ちって伝えやすいですよねっていう。うん。だから、ここまで見てくれてるモサの方々、ご視聴を選んでくれてる方々にもやっぱりありがとうっていう節目節目っていうのは作っていかなきゃいけない。 けどこういうふうに決まっていればね見続けてくれてありがとうとかいうのも伝えられるしそういう気持ちの送り合いなんかなっていうところをよしえさんに言ってほしい中でちえちゃんの、まあ、こういうふうに見せていければいいかなっていう動画だったんですけどね。はい だからマサく君もね可能性はまだちょっとあるんですけどあんな態度ではなかなかちょっと <laughs> いけんのかなと思いますしねうん吉江さんと鉄はどうやったんかなみたいなこともね想像できたら嬉しいかなと思いますしさらに、えー、自分が言ったことバレンタインデーの印象他人の気持ちと気持ちをシェアすることによって炊け終わった性格って言ったのは割り切りがいいですね。バレンンタインデーっあんんまり好かんかったかもしれんけども、しれけど 他人の気持ちとかを聞くとスカンからといって歩み寄れない子ではないのかな千恵ち,ちゃんはっていうね苦手だからといって、まあ、チャレンジしない子でもないと思うしまあ後輩の子たちにもらったチョコ、うん、みんなにあげようかなと思ったり鉄に食べさせたりとかしたけどそれはやっぱり良くなかったのかなっていう理由があれば千恵ち,ちゃんとチョコっていうのはやっぱり似合わないけどホワイトデーに向けてね千恵、うん、ち,ちゃんがバレンタインデーを作る理由 イフ設定っってていいいいうううののが生ままれるんではないのかなかと思ってこういう絵を買い取りました、はい、ホルモンのね焼き台でチョコを溶かすっていうのがち恵ちゃんらしいかなと思ったりもしておったんでございますけども「猫にチョコはダメです」「はい分かっておりますよダンディは」「悔しいねうん猫だからしょうがない」と割り切れないダンディはい虎鉄にもちゃんとありますうーんはいねまあ父へそして家族へですねさらにはね はい。大切な人へありがとう。っていう。まあ、こういう日ですからね。まあ、ちゃんと、えー、猫が食えるようにも考えたというところでございますし。まあ、やっぱり渡しましょうか。これはね。うん。やっぱなんだかんだでね。うん。この世界線もね。ちえちゃんにはわサるくんの可能性もありますから。まだまだね。で、 これはまたイフストーリーになっております。はい。これはまあまた別の動画がございます。はい。これはまあまあ、うん、いいかな。で、こっからですね。コケザル君にもちゃんと渡しておったし、まあなんで卵のパックなんやとかいうのはね、なかなかやっぱちえちゃん恥ずかしいんで、こういう会話があると買えませんでしたということで、うん、まあホルモン焼き屋であるもので、なんとか解決したんでしょうかね。はい。で、まあカオル君なんですが、これちょっとパイロット版符でまた書いてたものを、まあ、 想像していただきやすいようにちょっと出します。こういうようなやりとりも、うん、あり続けたんではないか。原作が最終回後ね。で、どのようにして二人が会ってたかっていうのも、出会いをいただける方と共に、まあ、だんだんと確立していけるように書いております。うん。二人の会い方っていうのは、二人で決めればいいよっていう動画でございました。そして、やはりカオル君を知った以上、カオル君にも渡さなければならない。あの時の思い出が動き出しております。